はい、皆さんこんにちは、りょうへいです。はい、今回は最近出た100均キャンプ道具を新商品から新商品じゃないものまで、まあ、使えるもの使えないもの、僕の偏見で、レビューしていきたいと思います。それではお付き合いください。はい、まず一つ目はこちらですね。おむつ用消臭ポリ袋と、あとは厚手の中身を見せない消臭バッグ、ビニール袋になります。片方はダイソーさん、もう片方はセリアさんの商品になるんですけど、消臭系のバッグに関しては生ゴミなどを入れるのに便利だし、あと水筒代わりにも実は使えるんですね。で、あと匂いが漏れにくいので動物対策にもいいと思います。ただね、これうっことかを、まあ、排泄物ですね、この強烈な匂いを収納するのにはちょっとと頼りないっていう気がしますね。で、実際に使ってみるとこんな感じです。臭すぎんだろ。じゃあ匂いを嗅いでみたいと思います。めちゃくちゃ多少軽減はされてるんで、遠くからでは全く匂わないんですが、やっぱり近くで嗅ぐと匂いますね。おっと、犯人はこの人ですね、多分。はい、犯人の人、君ですか？君のあれだね。はい、というわけでここに黒いダイヤがね2つ落ちてるんですけど、1個外れてますね。これを採取します。はい、採取しました。はい、この固く口を結んだあれはい、じゃあ匂いの方確認していきたいと思います。あ、これはすごい、匂っていない。あ、すごい、これ全然匂わない。あ、これね、バッチリですね。全く、うん、ビニールの袋を鼻につけても全く匂いがしません。素晴らしい。はい、いかがだったでしょうか。こちらのね、セリアさん100円の商品、消臭バッグなんですけど、中身が見えなくて真っ黒になってるのはいいんですが、匂いが確実に漏れます。ただ他のポリ袋よりは漏れにくいかなくらいの感じですね。遠くにいる分では大丈夫なんですけど、確実に匂いが漏れてますので、車の中にそのうんちとかね、うんこ、これを放置していたらものすごい臭くなると思います。その点注意してください。で、もう一つ、このダイソーさんのおむつ用消臭ポリ袋なんですけど、これはね、しっかり匂いが消えます。ペット飼われてる方わかると思うんですけど、ペット用の消臭ポリ袋。これはね、S サイズ200枚で、だいたい2000円近くするんですけど、これは100円50枚で、それと同等の効果あるんじゃないかなと思いますね。なので、もし購入するとすれば、セリアさんのものではなくて、このダイソーさんの消臭ポリ袋、こちらをおすすめします。まあ、結論としては、キャンプには絶対持っていった方がいいです。はい、じゃあ次。はい、お次はこちらですね。ダイソーさんのシリコンバッグになります。で、これのいいところ、まず、密封できるっていうことですね。で、密封できるっていうことは、水や氷を入れれるんですよね。つまり、水筒の代わりとしても使えます。で、匂いも出にくいので、生ゴミとかを入れておくゴミ箱にもちょうどいいです。で、さらに、空き缶とか液体は漏れるし、角が尖ってたりしてビニール袋だと破れる可能性があるんですけど、このシリコンバッグは生地が厚くて液体も漏れないので、そういった空き缶を入れるのもめちゃくちゃ便利ですね。で、他にも内側に水を入れるのではなくて、外側からの水も入ってこないっていうことなので、精密機器を入れるのにもすごくいいです。やっぱりモバイルバッテリーとかランタンとかスマートフォン、そういったものを入れておくのにもめちゃくちゃ便利です。で、熱にも強いので、これ炭とか灰を入れて持って帰ったりするのにもいいんですよね。だから僕はいつもアルミホイルに炭とか灰は包んで、最後クッカーセットとかに入れて持って帰ることが多いんですけど、このシリコンバッグでも十分熱が冷めた後の灰とか炭であれば、これに持っていくのはめちゃくちゃいいと思います。匂いも出ないし、こぼれる心配もないっていうので、すごくおすすめです。注意しなきゃいけないのは、あんまり熱々の炭を入れると溶けるので、その点は注意が必要です。
で、あとサイズ展開。これいろんなサイズがあって、S サイズ、M サイズ、L サイズとあるので、用途に合った使い方ができると。で、このシリコンバッグ、入り口をガバッと開けることができるので、非常に洗いやすいし、乾きやすいです。で、ジップロックとかだと、こう、マチがついてないので、ガバッと開くことができないんですよね。乾かすときにすごい乾かしにくいと。いう欠点がありますが、このシリコンバッグは乾かす時もしっかり乾かすことができて衛生的です。で、デメリットは生地が厚い分場所をちょっと取るかなっていう感じだけど、畳んでしまえば全く気にはなりません。で、材質がこれシリコーンなので、ホコリがつきやすいというのも欠点になります。で、使ってみた感想は、あったらめちゃくちゃいいんですけど、まあ、なくてもジップロックとかポリ袋でも代用はできるという感じです。で、使ってて一番いいなと思ったのは、ゴミのアルミ缶を収納しておくのにはすごくいいなと思いました。じゃあ次。はい、お次がこちら、キャンドゥさんの電動ミル。なんと価格が880円ということで、電動ミルが880円で購入できるのはめちゃくちゃ安いですよね。だ、それが一番のメリットで、他デメリットが結構多いです。これ、コーヒー豆は引けません。だから、塩とか、ブラックペッパー、そういったものしか引けません。で、あとね、これね、めちゃくちゃでかいです。大きさがかなりあります。これ高さがね、約23センチくらいあるんですよね。めちゃくちゃでかいんで、車でキャンプ行く方とかは全然いいと思うんですけど、バイクとか徒歩キャンでは絶対に持っていけないサイズ。まあ、持ってこうと思ったら持っていけるけど、絶対いらないです、このサイズ。まあ、感想としては、家で使うのはめちゃくちゃいいんですけど、わざわざキャンプに持って行って、これを使う必要はないのかな、というふうに思います。次。はい、お次はこちらです。キャンドゥさんの放浪食器。これね、めちゃくちゃすごいんですよ。まあ、といってもただの食器にはなるんですけど、もうね、100均のクオリティではないなっていう高レベルの商品になります。で、こうやって揃えてみると、わかる人はわかると思うんですが、ペトロマックスの食器にそっくりなんですよね。こんな風に。はい、見比べてみたんですけど、大きさが違うっていうのと、ペトロマックスのマークがついてないっていうだけで、もう本当にね、これ、すごい、これはね、お買い得だなと思いました。で、価格なんですけど、おのおのね、330円っていうことで、お求めやすい価格になっていると。で、販売元は武田コーポレーションさん、さすがですね、っていう感じです。シンプルでデザインが本当にいいので写真映えすると思います。だから料理がお好きな方はこの食器集めてみてもいいんじゃないでしょうか。で、感想としては、まあ、映えるキャンプがしたい方向けっていう感じですかね。はい、じゃあ次。はい、お次はこちら。放浪両手鍋っていうことで、これもキャンドゥさんの660円の商品になります。食品衛生法の安全基準適合品ということで、輸入検査合格商品っていうのをね、デカデカと謳っております。で、しかも IH の 200V 対応ということで、クッキングヒーターに対応しているとっていうことは、車中泊でもね、使うことができますよということになっています。で、実際の見た目なんですけど、これ蓋、ガラス製のもの、これ強化ガラスになってますね、ついていて、まあ、あとは普通の放浪鍋になっていると。このね、クオリティ本当に素晴らしい。さっきの放浪食器と一緒なんですけど、もう100均のクオリティではないなっていうレベルですよね。660円なので、普通に買おうと思ったらそんな値段では買えないですよね。で、普通に熱を加えて使ってもそんな壊れたりとか変な風になったりすることはありません。で、シンプルでデザインが良くて、これもやっぱり写真映えしますよね。食器とお揃いにすれば超おしゃれなキャンプができると思います。で、感想なんですけど、食器と同じで映えるキャンプがしたい人向けかなと思います。じゃあ次。はい、お次がこちらです。結構ね、巷では有名になっていたと思うんですけど、クーラーボックスに激似のクーラーボックス型ケースということで、セリアさんの商品になります。一つね、100円なんですよ、これ。で、クーラーボックスを彷彿とさせて、めちゃくちゃかっこいいですよね。この手のひらサイズっていうことで、この小さいものシリーズで集めてなんか使ってみると、可愛いキャンプができそうだなっていう気がします。で、基本的にはそんなキャンプ場に持ってって使うっていうのもいいと思うんですけど、家でキャンプ道具をしまっておいたりするのもいいかなと思います。だから入れるものとしては、調味料とか、あとゴムバンドありますよね。いっぱいそのキャンプ道具をまとめるためのベルトとか、そういったものをまとめて入れておくとか、そういった細々したものを入れておくのに便利だと思います。で、欠点としては最初に言いましたけど、まあ、デザイン丸パクリだよっていうところで、まあ、そこね、全然気にされない方は、オリジナルメーカー的にはね、ちょっとグヌヌってなるところはあると思うんですけど、感想としては映えるキャンプがしたい方向けっていうことで、まあ、実用性というよりもやっぱりインテリアとか
写真映えするのかなっていう感じがします。では次、はい、お次はこちらです。ダイソーさんの焚き火シート300円の商品になります。これはね、皆さん出た時衝撃、結構あったんじゃないかなと。で、僕も使ってみました。でね、何がすごいってやっぱり一番は価格ですよね。現在最安値の厚手の焚き火シートだと思います。あの普通のペラペラのねものよりも少し厚い材質になっていると。ダイソーさんから販売されているあのマイクロストーブ、ちょうどいい大きさになってるんですよね。で、マイクロストーブについては別に動画撮ってあるので、そちらも見ていただけると嬉しいなと思います。で、他にも僕が持っていた薪ストーブ、これにも大きさはちょうど良かったですね。で、感想としてはコンパクト重視の人にはめちゃくちゃいいと思います。もう本当に使い方次第っていう感じだけど、この焚き火シートの評価に関しては小さくて使えないとか、なんだこれみたいな話がいろいろあります。この評価っていうのはもう何に使うかその人次第っていう感じがします。で、キャンプ場の芝の保護が目的っていう場合は、大きい焚き火台とか、足の短い焚き火台、そういったものにはもう絶対におすすめできない焚き火シートになります。ただそのコンパクトな薪ストーブとかコンパクトな焚き火台、そういったものを芝じゃないサイトで使うのには最高の一枚になると思いますね。だから基本的にはコンパクト装備な方に向いている焚き火シートだと思います。で、芝を焦がさないようにするためには、焚き火台の足が長くてちゃんと地面から焚き火台の底までが高さがしっかりあるもの、そういった焚き火台を使うということが一つと、火の粉とかがやっぱり飛びますので、その火の粉で芝を燃やしてしまったり、炭がポロッと落ちて地面を焦がしてしまう、そういったことのないようにもっと広めの焚き火シートを用意するようにしてください。あくまでもこの焚き火シートはコンパクトな焚き火台、そしてコンパクトな薪ストーブ、そういったものを使うときに使用するのがいいと思います。で、ちょっとおまけなんですけど、この焚き火シートなんかね、もっとすごいことに使えるんじゃないかなっていうひらめきがあったので、それはまた別の動画にしてまとめたいと思います。もし気になる方はぜひチャンネル登録をしてまた遊びに来てください。じゃあ次、はい、お次はこちらですね。ロープフックダイソーさんの100円の商品になります。で、これ多分ね新商品なんですけど、ロープワークができる人にはねもう全く必要ないアイテムになります。ただあれば便利だけど、まあ、正直言うとなくてもいいっていうやつです。で、これ結構こまごましてるので、あの先ほど紹介したこのセリアの収納ボックス、この中に収納して持ち運んだりするのもいいかなと思います。というわけで結論としては、まあ、全然なくていいという商品です。次、はい、お次はこちらですね。これもダイソーさんの商品で、キャンピング用スチールペグ18センチということで100円の商品になります。で、これ4本セットで100円っていうのは破格すぎますね。めちゃくちゃ安いです。で、普段からこのペグを使うのもいいかなと思うんですけど、一番いいのはペグを忘れてしまった時に、ちょっとキャンプ場近くのダイソーさんとかに行ってこれを入手できれば、十分ね使えるアイテムになると思います。そういった緊急需要に買うのもいいし、緊急需要のために車に積んでおくのもいいのかなっていう気がします。で、デメリットとしては、地面がね柔らかいところじゃないとちょっときついです。強度がないので硬い地面ではすぐ曲がっちゃいますね。なので、ふもとっぱらのキャンプ場とか、ああいう岩とか岩盤質の、そういった土地ではこのペグはちょっと弱すぎるので、きちんとしたペグやっぱり持っておく必要があると思います。まあ、感想としてはわざわざ買う必要はないと、ただ忘れた時には強い味方になるでしょうという感じです。はい、じゃあお次の商品はこちらです。これはセリアさんの軽くて割れないグラスっていうことで100円の商品になります。1個100円ですね。で、これのメリットはキャンプでワインとかシャンパンをグラスで楽しめるっていうことと、まあここに書いてある通り軽量で、割れないっていうことはその振動に強いのでバイクでも持ち運びができるっていうのがもうめちゃくちゃいいですよね。これがねすごくいいなと思ってます。写真映えとか動画映えもするので、おしゃれ感を出したいんだけどガラスはなるべく持ち歩きたくないっていう方には本当におすすめのアイテムです。というわけで感想としては、もう僕はねもういつもガラスのコップ持ち歩くの大変だったので、これはバイク乗りの方、あと徒歩キャンパーの方、そういった方にねぜひおすすめしたいアイテムだなと思います。ただ一つね、ここがネジ式とかで外れるようになってたらもっと良かったかなっていう感じです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もうざーっとねまた説明してみましたけども、今回の商品、新商品も入ってるし全然新商品じゃないものもあるんですけど、もしこの中でね気になったものがあれば実際に店頭に行ってみて
触って確かめてみてください。まあ、使い方によってはどれも素晴らしいアイテムになってるし、まあ本当に用途、目的によって、皆さんアイデアを振り絞って、もしこんな使い方できるよっていうのがあったらコメント欄の方で教えていただけると嬉しく思います。はい、というわけで今回の動画以上となります。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったよという方はグッドボタン、チャンネル登録いただくと嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。したっけ。